どうもこんにちは。ザイル？星野のやる気に来た人？どうも。せいせいとはひえ。どうも。はじめまして。クリスティアーノのラブです。有名なあのサッカー選手。右太ももだけ異常に発達したの。はい、ということで今日はね、ちょっとなんで外にいるかというと、こっから撮るとき大体そうだよね。まあそうですね。今日は歌舞伎町おすすめご飯紹介。着いたね、着きました、こちら着いてね、あれどこやここ、いやちょっとミスったね、着地点。じゃあ歩こうか、あれでしょ、歩くんミスったわ、止まんのや、うん、じゃあトアはさ、行ったことあるの、リシリは。リシリはありますね。あるんだ。はい、休みの頃。休みの頃みたいに休みでいい。え、ジャスティンはさ、月1ぐらいで行くの。じゃあ、あ、でも本当に行ってるかも。あ、そうなんだ。マジで多分リンガーハットより行ってる。え、マジ。ホストがよく被ってるやつ。ハットリンカーなしのハット。あ、間違いがすごいな。ごめんごめん、ジェイソン・ステイサムの映画ぐらい殺伐とした空気やな。どの映画それ。そのラーメン屋さんはね、うん、結構並んでるんよ、いつも。え、そうなの。うん、じゃあやばいじゃん今日。おい、お前ら、うん、あれを見ろ。え、そこで二人が目にしたものはガラガラのガラ。着きましたね。着いたね。着きましたね。え、ここなの、この後ろが。そうなの。そう、うん、まあ外見たら分かる通り、うん、ちゃんとね、看板とかも。いや待って待って、ちっちゃい、小さい、小さい、めちゃくちゃ小さない。え、他にないの、上に。ないな。一応ちょうちんとかもあるけど、店の名前は書いてない。オロチョンラーメンって品名書いてあるよ。一番店の名前が小さい。ちっさ。今日はちょっと空いてるけども。今日空いてる。それではじゃあ空いてます。3人で入っていきたいと思います。来ましたね、こちら。メニューはこれだけなの。オロチョンラーメン、味噌チョンラーメン、味噌ラーメン、ビシリラーメン。そういうもの。辛さが選べるの。え、辛さって一番上何があるの。9倍まで。9倍まで。じゃあ7倍で。味噌チョンラーメン7倍、オロチョン3倍、大盛りとビシリラーメンで、ストップ。いや、ゴチじゃねえ。はい、チャーハンってある。チャーハンはね、あのこの時間、まあ、今2時過ぎとか3時前ぐらいかな。チャーハンない。なんでないんだろう。米がね、多分ね、2合くらいの炊飯器使ってるんだけど、俺が社長やったら米たでもめっちゃうまいらしい。いや、と思うやろ。ザ・普通。いや、期待したもんや。あ、まあ確かに食えない。確かにさ、初めてめっちゃ嘘だけどさ、どうせ卒業と一緒さ、びっくりした。こんなもんないと思う。初めてレッチ何点だった。俺は95。わー、残りの5点は外でしたから。あの、俺も初めて。体育館とかでさ、入り口の前に緑のマットあるの。あー、分かる。ブツブツしてる雑草みたいな、うん、あれの上でやったから、ここがもうそれでは待っていきましょう。 Wait a time 2 hour break です。来ました、来ましたね。これ何ですか、トワさん。これは、あの噂の利尻ラーメンです。おー、起きました。これが、うわ、すごい赤い。どのぐらい赤いんですか、これ。売れたてのトマトぐらい赤いじゃん。赤いな。赤い、赤い。赤中の 赤。すごい美味しそうですね。美味しそうやろ。ピーマンとか入ってるんですか。ピーマンが入ってる。これが利尻。すごい、見て。やばいよ。めちゃくちゃ赤いな、これ。どのぐらい赤いとは。いや、これは僕の血液ぐらい赤いっすね。じゃあ、7倍の味噌チョンラーメンからいただきたいと思います。あ、辛い。でも辛いけど味噌の風味と相まって中本に負けないうまさ。俺ちょっと服汚れるの嫌やから。短いな、だとしたら。トワ君もね、オロチョンラーメンお願いします。いきますね、食レポ。じゃあちょっとどうですか。うわ、バッチリし醤油ラーメンみたいな感じですね。これ多分、いや、飲んだあっさりしますから。史上一部多分。
誰なんですよ。知らんのか。いただきます。麺はね、もちもち、もちもちすぎて、もちと間違えます。どうですか、そっちは。美味しい。で、このピーマンが入っとるのが、なんか嫌だみたいな感じで思うけど、このピーマンがいい。ピーマンがないと、おろちょんじゃないって感じ。ピーマンとラーメンってさ、意外と合わなそうじゃん。意外とね、うん、でも合うんでしょ。それが合うんよ。どのぐらい合う。ビギンとハンチングぐらい合うな。合うよな。なんかと戦ったのめちゃくちゃ辛くない？やばいよ。汗がすげえ。ラーメン食ってんじゃん。太るように見えて汗かいてるからカロリーゼロなんや。じゃあめちゃくちゃ食えるじゃん。食っても太らない食べ物。そう、鼻詰まりの人もおすすめ。そう、全部鼻水全部出るから、これで蓄膿症とか全部改善される。そう、でカロリーゼロやし汗で。ちなみに食うのは冬がおすすめやから。ご飯、うん、冬食ってこんだけ汗かいてすぐ出たらめちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいい。でも夏食った方がカロリーはゼロ。冬はね、カロリー100ぐらいあるから。それでも100。うん、少ない。大丈夫。ありがとうございました。はい、ということで、いや美味しかったね、めちゃくちゃね。うまい。すごい痩せ、もう多分これね、走ったりするよりダイエット効果あるね。多分むくみとかなくなった。もう全部汗でガリガリやもん。ということで、こちらね、歌舞伎町オロチョンラーメン、リシリ、うん、オロチョンとかけまして、南国のビーチと解く、その心を。どちらも気持ちいい汗をかくでしょう。ありがとうございました。よし。こっちとらん。こっち嫌やね。いや、なんかその背後とかにこう来たら嫌やか。俺の後ろに立つなって言えるか。お前の頭の後ろにゴキブリいるよとは。なんでお前俺取るよとは。ちっちゃいの頭の後ろに。ああ、パンしろ手で。汚ねえお前。ゴキブリ。カメちゃうっすよ。